はい、昨夜上げた動画にですね、早速コメントがついていました。まあ、普段はコメントをこうやって読み上げることがないんですけども、今回ちょっとね、まあ、気が向いたと言いますか、まあ、たまには読み上げてみようかなと思いますんで、多分ね、私動画を1万本ぐらい作ってますけども、初めてですね、コメントを読むっていうのは。ちょっと今回やらせてください。今回のコロナウイルスパンデミックで初めて気がついたことということで、日本で一番の情報弱者は首相官邸。各省庁から官邸に上がってくる情報はおそらく30代以上の高級官僚の化粧されたしかもジャストインタイムでないもの、はあ、よほど切羽詰まった環境下の国民が YouTube、Twitter などで瞬時に世界の数々の情報を真剣に見ていて首相や経団連のお偉方より情報強者、はあ、そうかもしれないですね。今この YouTube を見ている私たちが現状を正確に把握している。首相の判断ミスに我々が歯ぎしりと焦りを感じている。お首相にはソーシャルメディアから情報を得て直接苦言を呈してくれる子や孫がいない。首相の判断基準は官邸から報告されてくるタイムラグのある情報、今が非常事態にあるという認識が薄いと我々が感じる原因はこれ、それとも首相は八方美人の確信犯、所詮銀のスプーンを加えて生まれてきたボンボン、非常事態に対応できる首相の器ではなかったのが我が国の悲劇ということですね。まあ、ちょっとね、こう置いておきましょう。こういうふうに。なるほど。ということでね、コメントのお礼を入れさせていただきます。どうもありがとうございます。昨日夜上げたんですけども、視聴回数110ということで、そんなにね、トップ YouTuber さんみたいに、バンバンね、何万回転も私の動画はしないんですよね。たまにね、何万回転とか何十万回転ってあるんですけども、まあ大体こういうふうな時事ネタを扱っていると、まあ私はその動画の編集もしてないですし、それから、私の考えを勝手に言ってるだけなんでね、説得力もないかもしれません。まあそういう中でコメントいただくのは非常にありがたいなと思います。しかもコメントにはね、しっかりと、この、なんですかね、この方の、まあ、名前あえて読み上げませんけども、コメントを書いた方のご自身の考え方が書いてあってですね、非常にいいなと思います。この方はでも私のコメントをね、書いてくださるのも本当にいいんですけども、全然それは迷惑ではないんですけども、ご自身でこういうことを YouTube で発信されたら、もっとなんかね、多くの方に届きそうですよね。YouTube チャンネルやってるかな？ああ、やってないですね、残念。うん。まあ、ということで今回コメントを読み上げさせていただきました。またね、皆さんコメントいただければ幸いです。